全国高等学校サッカー選手権大会、通称選手権大会。栄光をつかむたった一校を除けば、全てのチームは敗者となりピッチを去ることになります。しかしそんなプレッシャーの中、得点を重ねヒーローとなる選手が存在するのもまた事実です。そこで今回は選手権大会得点王を獲得した選手とその現在を紹介します。プロへの登竜門といわれる全国高等学校サッカー選手権大会は、高校男子サッカーの頂点を決める大会です。毎年12月末から1月初旬にかけてトーナメント方式で実施され、決勝戦などの重要な試合が国立競技場で実施されることから、冬の国立、冬の高校サッカーと呼ばれます。過去には J リーグや日本代表で活躍する選手も出場しています。本田圭佑選手は石川県の星稜高校3年時に出場し、石川県勢初のベスト4となる成績を収めました。また岡崎慎司選手も滝川第二高校在籍時に同じくベスト4に、さらに乾隆選手、柴崎岳選手、旗手レオ選手、松木玖生選手など、数々の選手たちが選手権を経て J リーグや日本代表で活躍しています。 J リーグに加入内定している選手が登場することも多く、 J リーグファンも注目する大会となっています。2000年大会は J リーグで3年連続得点王に輝いたこともある J リーグを代表するストライカー大久保嘉人が得点王に輝きました。大久保選手はこの選手権大会にて国見高校で8得点を挙げています。またインターハイでも10得点を挙げ、ダブル得点王となる活躍を見せており、高校卒業後はそのままプロの道へ進み、セレッソ大阪に入団。ちなみに大久保選手の所属した大の国見高校は国見史上最弱と言われており、当時監督であった小峰氏からはお前らに何も期待していないと言われたそうです。その悔しさをバネに3年生時にはインターハイ、国体、選手権大会の3大会で優勝を果たしました。プロ入り後の活躍は皆さんご存知の通り、選手権得点王が J リーグでもストライカーとして活躍するというイメージがついたのは、大久保選手の活躍も大きく影響していそうですね。翌年の2001年は国見高校の柴崎光成選手、岐阜工業高校の片桐敦選手が5得点で並び、2人ともその後プロ入りを果たしました。柴崎選手は国士舘大学に進学後、東京ヴェルディに加入、川崎フロンターレ、徳島ヴォルティスなどを経て、2014年から現在までサンフレッチェ広島に所属しています。片桐選手は高校を卒業後名古屋グランパスに加入、その後 FC 岐阜やヴァンフォーレ甲府などに所属していましたが、2014年に引退しています。2002年そして2003年史上唯一となる2年連続得点王に輝いたのは平山颯太選手。平山選手はオランダのヘラクレス、 FC 東京などで活躍し、日本代表ではデビュー戦となる2010年1月のアジアカップ最終予選イエメン戦でハットトリックを決めた選手です。高校時代の平山選手は国見高校で1年目から主力として活躍、小峰監督からは船越雄三よりも上と評価されるほどの選手でした。ポストプレーもこなし、空中戦にも強い上に得点感覚にも優れていた万能型の平山選手。2002年大会では7得点、2003年には9得点を挙げて得点王となりました。3年間で選手権大会通算17ゴールを挙げ、平成の怪物とも呼ばれました。海外移籍によってメンタルを崩した平山選手、早熟の天才や期待外れなどと言われますが、それほど高校時代の平山選手は怪物でした。日本の A 代表でプレーしている平山選手をもっと見てみたかったですね。2018年1月に現役を引退し、現在は母校の筑波大学でコーチを務めています。続く2004年は4得点を挙げた3名が得点王を獲得しています。2005年は鹿児島実業の迫田選手が5得点、2006年は作陽高校の小室俊之選手が4得点を挙げ栄光を手にしました。そして2007年は
現在京都サンガ FC でプレーする大前元気選手が得点王を獲得しています。小柄でありながらもスピードを武器にして、2018年の大宮アルディージャ時代には J2 リーグで大宮の選手としては初となる得点王に輝いた大前選手。高校時代は流通経済大柏高校でエースストライカーとして選手権大会で7得点を挙げ得点王となりました。さらに高円宮杯全国高校総体でもトップスコアラーとなり、高校3大大会全てで得点王に輝くという快挙を成し遂げています。最初から選手権得点王を狙っていたという大前選手、しかし3回戦と準々決勝では点が取れず諦めかけていたそうです。その時当時の監督であった本田氏から、点を取らなくていいから黒子に徹していいよと声をかけられ、肩の力が抜けたとのこと。その結果準決勝決勝で6ゴールを挙げ、チームを優勝に導きました。監督のマネジメントによって選手が力を発揮することができる、これも選手権の醍醐味ですね。2008年は皆さんお待ちかね、大迫ハンパネーでおなじみの大迫勇也選手。大迫選手は鹿島アントラーズからドイツブンデスリーガに移籍した後、9シーズン活躍し、現在はヴィッセル神戸でプレーしています。鹿島時代は高卒2年目で9番を託され、2013年にはリーグ戦33試合19得点で J リーグベストイレブンに選ばれるなど華々しい活躍を見せていました。そんな大迫選手は鹿児島城西高校に所属しており、選手権大会での活躍は歴代最多となる10得点さらに10アシストを記録する活躍で、その半端なさを全国に知らしめています。大迫選手にゴールを奪われ、準々決勝で敗退することとなった滝川第二高校のキャプテンは、試合後のロッカールームでその悔しさを爆発させ、伝説の大迫半端ないってという名言が爆誕し、このフレーズは大迫選手の代名詞となりました。得点感覚に優れ、ポストプレーもこなす大迫選手はマルチなフォワードとして日本代表でも長らくエースとして活躍しました。2009年はルーテル学院高校の山本博樹選手が5得点で得点王に、現在は AC 長野パルセイロに所属しています。翌2010年は滝川第二高校の樋口博樹選手の8得点が最多で、チーム初となる選手権優勝に貢献しました。卒業後清水エスパルスに加入し、現在は福島ユナイテッド FC に所属しています。2011年は現在の日本代表のトップフォワードとしても活躍する浅野拓磨選手が四日市工業高校で7得点を挙げ得点王となります。浅野選手は2013年にサンフレッチェ広島に加入、2015年には J リーグアウォーズのベストヤングプレーヤーにも選出されました。現在はブンデスリーガ1部のボーフムに所属しています。選手権大会には第89回から第91回大会まで3年連続で出場、得点王となった第90回大会では第1戦から決勝まで全試合で得点を挙げる活躍を見せました。ちなみに浅野選手のゴールパフォーマンスともなっているジャガーポーズはサンフレッチェ広島のサイト内で浅野選手を紹介するフレーズとして使われたことが由来となっています。その後佐藤久人選手が浅野選手を注目の若手として紹介した際にジャガー浅野と呼び、この愛称が定着しました。2012年は京都立花の先輩後輩コンビ、仙藤圭也選手と小山津智也選手が揃って5得点を挙げダブル得点王になりました。卒業後にプロ入りを果たした2人は京都サンガ、サガン鳥栖でもゴールデンコンビを結成。続く2013年は富山第一の渡辺仁志郎選手、神戸弘陵の長谷川昭之選手の2人が4得点を挙げて得点王に。2014年にはなんと7名の得点王が生まれました。全選手が3得点ずつ得点しています。2015年には5得点で帝京第三の村上美月選手、2016年は6得点で青森山田の鳴海明人選手、2017年には前橋育英の飯島陸選手がそれぞれ得点王の座を手に入れます。飯島選手は法政大学進学後ヴァンフォーレ甲府に入団しました。ちなみに
前橋育英高校の飯島選手の世代からは9人がプロ入りを果たしており、伝説の世代と呼ばれているそうです。翌2018年は3名の得点王が誕生しました。尚志高校染野いつき選手、立正大湘南藤井翔也選手、大津高校大竹雄星選手がそれぞれ5得点を決めています。中でも染野選手は2年生で得点王に輝き、高校ナンバーワンストライカーの称号を手にしました。チームメイトからもコースを消していても決められる、今まであったフォワードの中で一番嫌でしたと実力を評価される存在でした。その得点力を買われ、卒業後には鹿島アントラーズに入団、現在は東京ヴェルディに所属しており、サポーターからはザ・ストライカーだとその素質を評価する声があり、今後の成長が楽しみです。2019年には静岡学園の岩本勇気選手、四日市中央校の森優真選手がそれぞれ5得点を決め、続く2020年には青森山田安西相馬選手が5得点を決めて得点王の栄冠を手にしました。そして記念すべき第100回大会の2021年には阪南大高校の鈴木明人選手が7ゴールを挙げ得点王の座につきました。鈴木選手は2回戦の奈良育英高校戦で1試合で5得点を挙げる活躍をし、卒業後は湘南ベルマーレに入団、プレーのアイデアが豊富で柔らかいボールタッチとディフェンダーに囲まれてもボールを奪われないキープ力を持ち合わせています。ポスト大迫勇也とも呼ばれており、これからが楽しみな選手です。いかがだったでしょうか。今回は選手権大会得点王と獲得した選手のその後をご紹介いたしました。今年も高校サッカーが恋しくなる季節がやってきました。一度きりの大舞台できらめきを見せる選手は登場するのでしょうか。今年の選手権大会も楽しみですね。皆さんはどの選手が印象的でしたか。感想やリクエストを募集していますので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。